かっこいい。機材が。そうなんですよね。まず。一応レモン&ジンジャーセットの。はいはいはい。マッチレス。スーパーリバーブ。一番古いこれですか、54。54が一番好み。すげえ。スーパーリバーブがどうします？そうです。スーパーリバーブ。スーパーがいいですよね。あのフェンダーが。この巻き方もあれなんですか？なんかあるんですか？これはあのフェンションを、もう本当になんかギター初心者みたいな巻き方に見えるんですけど、フェンションを落とすために。エリック・ジョンソンがやってるわけですよ。エリック・ジョンソンがやってて、あ、やってる。僕ずっとさすがにその巻き方は危険だろうって思ってたんですけど、はい、そのまずフーチングがいち早くやって、これめっちゃいいっすよって言い始めて、やったらよくて、一周ずつぐらい。もうなんかそうですね、ほぼ一周ずつかしないかみたいな感じで、確かにテンションがいいですなんかテンションがいい。そう、普通に3巻きぐらいすると、はい、確かにパーンって感じが強くなるんですけど、その細かい区切った時にすごく音が途切れちゃうみたいな感じになって、その要するにロック式な、はい、ロックペグってあんま巻かずにするじゃないですか、安定召喚って感じ。これいい感じに弱い。
原稿に載せるんですけど、原稿に トレーブルの出方が違って、やっぱ古いやつでミッドが出ますか、あ落ち着いて出るんで、なんか、それ、古いやつで3種類ぐらいあって、はい、真ん中のやつなんですよ、はい、本当はもう1個古いやつがあって、はい、ちょうどなかなか出るのにっていう。元がいいやつ。で、それがさらに逆だ。これが MXR のフランジャーラムダっていう。フランジャーもうこれなかなかもう手に入らないっていうか誰も欲しがらないんで、逆に欲しい人が買い占めちゃうみたいな。めんどくさいタイプの。最後にさ、そう最後につないで。バンザーとか古いやつが持ってて、あ、これが、そうそうそう、
すごいこれは。
僕さすがに真似してないですけど、エリック・ジョーソン B 弦だけほぼ全部弦巻いてるんですよ。え、だから下までその B 弦だけする、その上に1回巻いて下に8回くらい全部埋まってるんですよ。でもこれを外してるんですね。そう、外して、あ、だからその外しで下げてっていう。そう、はい、はい、分かる。でもよく分かんないですから、いや、それもいいかもしれない。見た目すごい、もう見たんですけど、僕はそれやってないで、そのまま外してます。1弦コーンマッチで足りるんですか？ギリ足りますね。ずれない、ずれないですね、なんか1回ちょっと挟んでんの。そう、全然今までの世界でしょ。違いますよ。ボリュームペダル。ちょっとボリュームペダル。
スケベっぽくてモジュレーションをかけられてる、そのモジュレーションかかってる、こっちはモジュレーションかかってる。Thank you.
と要はバッファー的なの。バッファー的なだから音量上がるんですよね。そんな1時間ぐらいで変わります。